さてさて、春日山では新田殿が、お盾では風魔が中心となっての草合戦。この様子だと春日山側に軍配が上がりそうな感じだね。風魔といえば、多くの忍びを集中的に運用し成果を上げることを得意としている集団ね。風魔人軍なんて言葉があるぐらいだからね。本来単独行動を基本とする忍びの中でもかなり異色だろう。何せ諜報組、工作組、戦闘組を作業の担当ごとにさらに細かく分けて、それを同時に指揮するんだから、面倒なことをするもんだ。面倒かもしれないけれど、任務を遂行する上では理想的じゃない？それはそうだけどね。だからこそ人軍なんて物々しい呼ばれ方をしているんだろうけど。その風魔人軍と互角、うん、それ以上に対応してみせた新田健介、かの人物って一体何者なのかしら。春日山城攻城戦しかり、今回風魔人軍を抑え込んだ手腕しかり、凡人じゃないのは確かだろう。でもかの人の動きを見ていると、特に奇抜なことをしているわけじゃない。逆にかの人は全てにおいて嫌になるぐらい基本に忠実に任務を遂行しているように思える。基本に忠実、丁寧な経だと行動。今回の草刈りも注意し用心して、少しでも怪しければ捕獲する。この繰り返しだ。池に魚が隠れている。狙う魚によって好んで隠れる場所は違うから、その隠れ場所に糸を垂らしてじっと待つ。そうすれば魚が食いつく。そう、それを淡々とビクに放り込んでは再び糸を垂らして獲物を待つ。池の魚を取り尽くせば。風魔人軍はいつの間にか押されてしまっていたというわけね。そういうことさ。そして今春日山とお盾は次の段階、戦の準備に入った。決戦は近そうね。ああそうだね。ふむ。また何か悪巧みをしてるの？悪巧みとは人聞きの悪い。ただ戦国の世は面白きに限るとそう思っているだけさ。それが悪巧みだっていうの？もう。それは失礼だが、うむ、来い、一度海津に戻ろうか。海津に？でも私たちの任務は。その任務を変更してもらえるよう天宮様に相談したいんだ。変更って、うん、いいわ、ひふみちゃんに任せる。恩に切るよ。ご苦労様ってことみたいですよ、おぼろ様。わかった、夏希、良いな。はい。大丈夫、緊張する必要はない。戦の指揮は私がします。皇后のために夏希は本陣から北条の戦い方を勉強しておきなさい。はいですの。いいんですか、おぼろ様が前に出すぎるのあまり良くないんじゃないの？姉上からも言われているが、だがこれは北条の未来のためだ。相変わらず姫様たちには甘いんだから。うるさい。まあ姫のはどっちでもいいですけど。ん？姫のどうかしたんですの？いえいえ、夏希様、初陣頑張って。はいですの。覚悟が決まったのならば、夏希、皆に出陣の下地を出せなさい。兵を鼓舞し、お盾の地平線に勝利を刻むのです。わかりましたの。お盾に集まってくださった皆さん、この私、北条夏希影虎の言葉を聞くですの。これより行われる戦は、越後の竜長尾美久影虎お姉様の後継者を決める大切な戦ですの。
私、精一杯頑張りますの。ですから皆さん、その力を私に貸していただきますの。ありがとうですの。皆さん無理せずに、でも力いっぱい戦ってくださいまし。では北条夏樹影虎、これより出陣いたしますの。来ましたですか。しかーし、空様はアイナが誇る毘沙門天の申し子なり。すでにその動きは読んでおったで、どやー。アイナ、私たちも出よう。行ける？兵はすでに準備万端。空様の号令一つで、山の一つや二つや三つや四つ、お茶の子さいさいで突破できますぞ。じゃあ、行こう。はっ。ならば空様、空様を支える勇者たちに、ドーンと気合の入るお言葉を。はぁ。私の元に集まってくださった皆さん、出陣にあたり皆さんにお伝えしたいことがあります。これより行われる戦は、越後の竜長尾美久影虎お姉様の後継者を決める大切な戦。未熟なる我が身ではありますが、被災を振り絞り必ずや勝ってみせるという気概はあります。ですが戦は一人ではできない。だけど、だからこそ皆さんの力を貸していただきたいのです。皆さん、越後の明るき未来のため、その思いを、その力を私に貸してください。長尾空影勝、皆様のお力を借り受け、必ずや勝利をつかんでみせましょう。全軍出陣してください。ふむ、幼いながらも主としての威厳と空らしい優しさが込められておったな。ふむ、当然である。やれやれ、まったくこの公方は華々しいところだけを持っていこうとする腹でござるな。不敬であるぞ、ユウ。世はちゃんと前哨戦にも協力しておったではないか。ふむ、幕臣であるユウを貸し出した。物は言いようですな。なんじゃ、主様も優も不景気な顔をして、いよいよ戦が始まるのじゃぞ。もっと気合を入れい。うん、健介殿、あの顔は忘れないでという言葉を忘れる気満々の顔ですぞ。やれやれ、甘いですな。そこはほれ、それがしは家臣、健介殿は夫。同じ甘やかすにしても重みが違いますぞ、重みが。しかしまあ、和葉様は公方である以上、あまり目立つことはできませんからな。御意に。お頭、私たちは先行しますね。先行して陣地の構築をしておきます。お頭たちは後から追いかけてきてください。あやなちゃん、かよちゃん、まりちゃん、お頭の護衛よろしくね。任せるの。行ってきます。ご主人様、私も先行し草刈りをしておきます。ありがたきお言葉。では皆
事前の打ち合わせ通りに動いてくれていますね。はい、では私たちもそろそろ。え、でもいいのいいの、ケンスケには挨拶する人がいるの。ほらしずく、マリと一緒に行くの。あ、ちょ、マリちゃん。では主様、余は先に行っておるぞ。うむ、任された。それではお先に失礼いたしましょう。まあね、だけど今ここにはあなたしかいないでしょ。ケンスケ、頼みがあるの。この戦、私はどっちが勝ってもいいって思ってる。でも一つだけ、一つだけ。いってらっしゃい。さすがに一両日で海図から越後往復するの疲れるわね。なんだ、恋も残骸だらしがないな。イフミちゃんが変なんだって。そうかい。まあそうかな。今回は楽しみすぎてついつい気がせいでしまったようだ。楽しみってこの戦が？この戦というよりも、この戦で新田健介がどう動き、そしてそれがこの乱世にどう影響を与えるのか、それを見たくてうずうずしていたのさ。珍しいわね、ひふみちゃんがそんなこと言うの。自分でもいささか驚いているけどね。さて、雑談は後回しだ。自分たちの仕事に取り掛かろう。そうね。私たちの仕事は影勝が勝てるように動くこと。それは簡単だけど、条件がきついわね。条件は武田の関与を北条には悟られないようにすること。さすが天宮様は細部にまで気を配られる。武田の関与が露見すれば、今ひとまずの同盟関係にある北条との関係がこじれるものね。だけど、ああ、やっぱり難易度高いわね、今回の任務は。武田の影を感じさせず、なおかつ兵の総数では負けている影勝方を勝たせる。しかも何かと目ざとい源助隊の目をかいくぐってと来たものだ。燃えるね、燃えまくりだね。難易度の高い仕事に燃える悪癖って、いつかひふみちゃんの身を滅ぼすよ。それもまた一興じゃないか。せっかくの戦国乱世、楽しいこと、燃えることがなければ退屈で死んでしまうよ。難を求めるその性格、親方様にも注意されてるのに治る気配も見せないわね。そうかい。一昔前よりはかなりマシになったと自負しているのだけれど。どのあたりが？
抑えるときは抑えているじゃないか。ま、今回は主家の存亡は関係のない事柄だ。精一杯楽しませてもらうつもりだけどね。無茶はしないでよ。無茶をしたときはゴイが助けてくれるんだろう。そういうこと言う人は助けません。やれやれ、釣れない相方だ。まったくもう。ほら行くよ、ひふみちゃん。背中は守ってあげるから。ああ、行こう。背中は君に預けるよ。コロちゃん、マンマク持ってきて。はい。どれ、どのマンマク。上杉笹のもんでいいのかな。それで大丈夫なはずだけど。しずくちゃん。はい、上杉笹で大丈夫ですよ。ありがとう。それじゃすぐに取ってくる。あとアイナちゃんの分も必要だよね。いいよ。アイナちゃんってどこに布陣するか聞いてる。クー様の隣。門は、門、門、門。しずくちゃん。越後の樋口家はあの有名な樋口兼光の末と歌われていますから、見積もり亀甲に三つ葉ですね。了解。じゃあまんまくは私が取ってくるから、陣の方はひよに任せる。任されるけど一人じゃ無理だよ。すぐに戻ってくるから。嘘、まだ準備が終わってないよ。すみません、私たちも手伝えたらいいのですが。大丈夫、しずくちゃんたちは敵の情報をまとめるっていう大切なお仕事があるんだから、そっちに集中しておいて。ありがとうございます、ひよ。ジンを頼みます。任せて。しの様、しずく様、ただいま偵察より帰還いたしました。ご苦労様でした。それで周辺の状況は。は、風魔の草がそこかしこに網を張っている様子。しかし、なんとかなりそうです。前哨戦はすでに始まっていると見て間違いないでしょうね。お盾の兵は？およそ6000前後が四谷砦の北方に布陣し、東方を待っているようです。6000ですか。こちらは総勢4000。数では負けてしまいましたね。数の差をどうひっくり返すかが焦点になりますね。でもこういう時って。ええ、無茶をする方が4人ほどいますからね。この健介隊には、小夜叉さんに梅さん、久保様に健介様、この方たちをどう御するかは私たち次第です。頑張りましょう、しの。もちろん、4人を御するためにも私たちで梅雨払いを徹底しなければなりません。コナミも頼みますよ。それと、もう一つ報告が。どうかしたの？戦場をくまなく偵察していたのですが、何やら謎の一団といいますか、風魔と我が隊の者以外の勢力がいるようなのです。いるようとは？確かな証拠をつかんだわけではありませんが、誰かに見られているという感覚が抜けないのです。コナミがそう言うのなら、何者かがいるのは間違いないのでしょう。信じてくださるのですか？当然です。だってコナミは私たちの大切な仲間なのですから。ありがとうございます。しかし、第三者の介入となると考えられるのは、上州の後半の手の者か、右州の大輝、最上の手の者か、それとも武田の手のものという可能性が一番高いでしょうね。ええ、また厄介な時期に厄介な勢力が口を挟んできましたね。しの、武田の目的は何だと考えます？偵察に出たコナミに害をなさず、ただ見ていただけというのなら、積極介入は考えていないのかもしれませんが、今の段階では目的を見抜くことはできないでしょう。情報が足りなさすぎます。
そうですね。ならひとまずは多勢力の乱入もあり得るということだけ想定しておきましょう。コナミも偵察にはくれぐれも気をつけて。あなたが怪我をしたらケンスケ様が悲しみますよ。はっ。シノちゃん、しずくちゃん、本体が到着したよ。ジンの準備は整ってる。いいよ、コロ、二人ともご苦労様でした。ではみんなでお出迎えしましょう。うん。ジンはすでに構築されておりますぞ。お味方の皆々様は満幕に合わせて入られるがよいですぞ。どーん。クー様のご本陣はいずこなり。はい、こちらになります。うむ。ささ、クー様、ご本陣にてしばし休息されるがよろしいかと。警護はこの越後切手の中心、アイナ兼継にお任せくだされい。ケンスケ隊、クロ。うむ、苦労であるですぞ。この樋口アイナ兼継が褒めて使わす。引き続き精進するがよい。どや。こーら、そういうこと言っちゃダメ。クー様はちゃんと私たちの目を見て言ってくれたでしょ。私たちは織田家のものなんだから、そっけなくなるのは当然なんだって。コロちゃんの言う通り、この戦は越後州の将来がかかっている戦なの。その一方の旗頭であるクー様が織田家のものと懇意にしてるなんて姿を見たら、越後の人たちだっていい気はしないでしょ。だからクー様は私たちにわざとそっけなくしたんだよ。そういうこと、わかった？けど、何？ひどい！これでも私毎日ちゃんと勉強頑張ってるんだからね。ほらほら、お頭はいろいろ忙しいんだから、雑談はそれぐらいで、さっさと仕事に戻る。お頭も無事のご到着、何よりです。道中大丈夫なのは、彩菜ちゃんたちがいるから心配はしてませんでしたけど。出陣後の城中はどんな様子でした？この戦の行く末に越後の未来がかかっているのですから、当然といえば当然でしょうね。緊張するな。ヒヨが緊張してどうするのよ。だってそうですね。ただ、この戦場にはすでに第三勢力の存在が確認されていますから、気をつけないと。上州の長野成政の手の者か、出羽の最上か、はたまた武田の手の者か、それとも全く違う第三者なのか。正体は判明しておりませんが、第三の勢力がこの戦場を伺っているのは、ほぼ間違いないでしょう。
御意。了解です。仰せのままに。御意。はいです、アヤナ、たくさんやってやるです。アヤナができるだけやらないよう手綱は絞っておきますからご安心を。マリ、やるの。重要なお役目？もちろんですよ、お頭。健介隊はお頭の部隊なんですから、私たちはお頭の望みのために精一杯頑張りますよ。お二人の言う通りですよ、健介様。幼いお二人が血で血を洗う権力闘争なんてゾッとしますからね。クーを助けて、あのちっこいのも助ける、それで万事解決なのです。アヤナちゃんの言う通りなの。ええ、私たちは健介様のお考えに従います。何なりとお命じください。これより軍議を始めようと思います。でもまずはあのヒヨさん、コロさん、先ほどは素っ気ない態度をとってしまい本当にごめんなさいでした。そんなお顔をお上げください、クー様。そうですよ、そんなこと全然気にしなくていいですから。状況はきちんと理解していますから。でもお気遣いはとても嬉しいですが、クー様、今は戦のことだけをお考えください。そうです、クー様は今とても大切な時なんですから。大丈夫、私たちが全力で支えますからね。はい。それではクー様、そろそろ軍議を始めたいと存じますが、よろしいでございます？うん、お願い、アイナ。お任せあるですぞ、ドーン。地図は戦の基本ですぞ。ひとまず地図を見ながら両陣営の情報の共有を行いますぞ。よろしいですかな？はい。まず総兵力ですが、お盾方は
6000との情報が入ってきています。対して私たちは4000しか集めることができませんでした。しかし夏希様には相模の行商直八幡がついておりますし、お盾型の士気は高いのですぞ。とん、それぐらい分かっていますぞ。ちょっと落ち込んだふりをしてみただけです。アイナはいつでもドヤッと元気いっぱいですぞ。うん、アイナはやっぱり元気じゃないとね。ドヤーン。ケンスケ様のおっしゃる通り、戦は数という言葉は一面の真理ではありますが、多少の数の差が絶対的な戦力差ではないこともまた真実でしょう。まずは全ての情報を把握し、現実から目をそらさずに一つ一つ考えていきましょう。はい。はっ。お盾型は米どころを抑えたようで、兵糧は潤沢です。長期戦になればこちらが不利になるでしょう。そうですか。越後各所の座を味方に引き入れ、銭の流れはおおよそ抑えたのですが、その反面米どころへの調略は出遅れてしまいましたから、仕方ありませんね。そう言ってもらえると自信が持てます。そうですね。陣を覗き見るに、そこまで多くの兵糧を陣に持ち込んできているようには見えませんでした。また兵の構成を見るに、足軽は少なく騎馬の多い部隊編成になっておりました。はい、鉄砲については時間をかけて詳細に調べましたが、60丁程度の準備しかなく、玉薬もあまり十分とは言えませんでした。いえ、普通はそんなものかと。健介隊が異常なのです。所属する兵の半数以上が鉄砲を持っているような前代未聞の部隊なのですから。対して春日山方は健介隊の分を含めて400丁はありますぞ。どやどや。ヤタガラス隊を含め健介隊の鉄砲の数は完全に秘匿していますから、多分お盾型には知られていないと思いますけど。輸送する時もかなり気を使ったからね。そうですね。その鉄砲の数の差で兵の数の差を埋める方策を考えましょう。中原機内近辺ならいざ知らず、越後や甲斐などの北方や東方では鉄砲の持つ力に対して未だ半信半疑の勢力が多いと聞きます。鉄砲を戦力として数えられるほどに揃えるとなると、莫大な銭が必要になりますからね。戦力としての分析が遅れているのでしょう。鉄砲は機内でもすっごく高価ですからね。堺から越後まで輸送して売るとなったら、おそらく堺で売ってる価格の2倍ぐらいになっちゃいますね。はひゃー、そんな価格だと確かに数を揃えるのは至難の業ですね。下手すりゃ国が傾いちゃいますよ。それだけ貴重な武器なんですから、急に揃えることはできないでしょうね。雫の言う通り、この戦
鉄砲の数が勝敗を分けることになるでしょう。そうですね。可能性は否定しきれませんが、私の見立てではその可能性は限りなく低いと思います。ならばやはり鉄砲の数の優位性を利用し、兵数の差を覆すしかありませんね。では鉄砲をどう運用するかを中心に据えて策を練りましょう。いえ、篠さんと雫さんの話を聞いているとなんだか不思議な感じがして。はい、策とはそうやって考えるものなんだって。なんだか目の前がパッと開けた気がしたんです。どのような現実だったとしてもしっかりと見据えて、どうすれば望む場所に向かうことができるのか、それを考えないといけないのですね。そうです。現実として差というものは何にでもあるものだけど、差があるからと考えることをやめてしまってはどんなことでも負けは必然でしょう。私たち軍師は兵力や物資の数を数字として頭の中に広げるのです。そこから足して引いてを繰り返し、実戦ではそれらをすべて頭の隅に追いやります。追いやるのですか？そうです。戦は机上でのみ考えてはならないのです。戦は生き物なのですから。兵の呼吸を感じ、武士たちが何を考え、どうしたいのかを受け止め、そして決断を下す。それこそが勝利への道かと存じます。自分で考えたことのみを正義とし、それに固執しては、機を見誤ることでしょう。機に臨み、変に応ずるためにも、こだわってはならないのです。なるほど。お二人の言葉、とてもよくわかります。そしてそのような考えに至るためにはとてつもない努力が必要なのだろうということも。そうですね、努力は必要ですが、しかしクー様、クー様には違うことで努力をしていただきたいと思います。違うこと？腕に自信がある者は槍働きで武功を上げ、初見を好む者は戦略戦術で武功を上げる。クー様にはその2つの武功を平等に評価できる目を持っていただきたいのです。それこそが主に必要な器量なのですから。この戦で多くを学び、そして公平な評価を下せる主となってくださいませ。はい、頑張ります。さて、お説教はこれぐらいにしておいて、引き続き状況の確認を行いましょう。しずく。はい。先ほどアイナちゃんも言っていた通り、地図は戦の基本です。ケンスケ隊の方でも制作いたしましたので、まずはこちらをご覧いただきましょう。んぁ、アイナが用意したものよりさらに広範囲にわたって描いてあるとは。この越後切手の義侠人、樋口愛菜兼継が雫殿を褒めて死んでますぞ。えらい！ありがとうございます。さて、現在お盾方は四谷砦の北方関川寄りに布陣しているとの情報が入っています。周辺は平地が多く、野戦には最適の地、騎馬の数を揃えたのはそのためでしょう。とすればここが決戦の地になると見てほぼ間違いないでしょう。陣に兵糧を持ち込みすぎれば、いざという時機動力を発揮できません。お盾方はそれを嫌ったのでしょう。補給に関してはおそらく石化を使うのでしょうね。お盾は関川のすぐそばにあります。兵糧は逐次関川を使って輸送するつもりなのでしょう。
対して春日山方は兵糧を陸路で輸送しなければなりませんから、長期戦になれば不利、短期決戦を基本に考えた方がよろしいかと。そうですね、私もそう思います。でも兵数が少ない以上、平地での戦は不利なのではないでしょうか。確かに不利ではありますが、布陣の仕方を工夫することによって誤することは可能です。工夫ですか？そうです。地図を見て何か気づきませんか？この戦の鍵を握る何かを。関川ですか？ご明察の通り、関川はお盾方にとって重要な補給路ですが、使いようによっては大きな落とし穴にもなりうるのですよ。落とし穴、つまりお盾方を関川に追い詰めていけば数の不利を覆すことができる。まさしく。とするならば、私たちはお盾方に対し左を厚くする陣を敷き、扇を閉じるように展開していくのが上策なのでしょうか？はい、その通りでございますよ、クー様。おお、さすが、さすがアイナの主様でございますぞ、クー様。あまりの素晴らしさにドヤがムネムネするでございますぞ。とはいうものの、その夫人だけで勝てるほど戦はもうございません。他にも手を打たなければ。そうですね、予定戦場周辺には兵を置くに絶好の場所がいくつもあります。まずは急ぎ部隊を派遣し、その要所を押さえておきましょう。しかしそれは相手も同じことを考えるのでは、とアイナはドヤ顔で指摘しますぞ。まさしく、この戦要所を先に押さえた方がより有利にことを運べるでしょう。これはお盾方との競争です。要所は囲碁で言うところの星になります。天元を決戦の地とするならば、要所を制圧し支配下に置くことで天元に影響を及ぼせます。決戦の前の前哨戦として小部隊を要所に派遣することを提案いたします。わかりました。後の軍議でそのように指示をしておきましょう。派遣する部隊には鉄砲を多めに持たせておいてください。それと制圧する要所については東方左手を重点的にお願いします。鉄砲多めで左ですな。承知しましたぞ。どや、左手の要所を抑えることができれば2000の差を埋めることもたやすくなるでしょうが。お盾方もそのように考えていることでしょうね。しかし、ただでさえ少ない兵をこれ以上分散させてしまって良いのでしょうか。ならば主力を使わず敵の注意を引きつけましょう。そんなことができるのですか？普通ならば無理でしょう。ですが普通でないことをやることこそ剣助隊の真骨頂なのですよ、クー様。しかしハニー、私たち剣助隊だけで要所を制圧してしまっては武功が大きくなりすぎますわよ。もちろんです。私としてはもっとこう華々しく戦いたいのですけれど。ねえ、久保様。戦ができるなら世は何でも構わんぞ。右に同じ、ぶっ殺せれば何だっていいぜ。右に同じと言いますが、久保様は本陣にて待機しておいてもらいますぞ。なぜじゃ、意味がわからんぞ。言う、あのですね、この戦は越後のお家騒動のようなもの。そんな戦に久保様がしゃしゃり出てどうするのですか。まったくもう。どうするもこうするも、刀を振るって世の武勇を天下に知らしめるだけじゃ。
鬼相手ならばそれも構いませんが、こたびの戦は越後州同士の戦。下手に関われば幕府が越後州の恨みを買うことになってしまうのですぞ。それは良くないぞ。ご明察。ええ、全く良くない。いくら力がないとはいえ、足利幕府は武士の元締め。そして元締めには公平さを求められているのですよ。元締めが一方の肩を持ったと知れれば、幕府の存在意義が根底から崩されましょう。この戦で我らができることはただ一つ、陰ながら応援することのみなのですよ。分かっておるわ、それぐらい。じゃが旗を立てなければ大丈夫じゃないかなと思うのじゃが、どうじゃろう。却下です。なぜじゃ。なぜも何も、和葉様なら旗がなくても名乗りを上げながら突撃していくでしょうが。まあ当然じゃな。はあ、お願いですからおとなしくしておいてくださいよ。つまらん。鬼が出てくれればよいのじゃが。出ろ鬼、出ろ鬼、出ろ鬼。致し方なし。はあ？なんで俺が梅ちょろぎなんかと一緒にやんなきゃなんねえんだよ。それはこっちのセリフですわ、このチンクシャ。もう二人とも喧嘩はめえなの。ケンスケにはケンスケの考えがあるんだから、まずはそれを聞かなきゃなの。ち、あったよ。仕方ありませんわね。ですがハニー、このチンクシャが私の言うことを素直に聞くとは思えませんわ。そりゃこっちのセリフだ、バーカバーカ。もうこの二人はなの。まあそれしかないの。わかったの。二人ともマリの言うこと聞かなきゃめなの。な、マジかよ。わったよ。マリが大将になんならチョルギがいても問題ね。私もマリさんが大将を務めるのならば、チンクシャの存在を忘れて差し上げますわ。二人ともよろしくなの。ついでにアヤナの手綱もお任せは。もうそんなの必要ないですのね。お任せを。はい、良き采配かと。ケンスケ様、西側の要所6カ所のうち4カ所を押さえてください。さすれば決戦をかなり有利に進められます。ご分を。必ず無事に帰ってきてくださいね。よし、それじゃあさっさと出陣すっぞ、マリ。うんなの。梅ちゃん、小夜叉ちゃん、よろしくなの。よろしくお願いしますわね、マリさん。かよ、アヤナたちも出るですよ。そうね。ケンスケ様、